次の晩も、ゴーシュは夜中過ぎまでセルを引いて、疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように、初めから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、戸が少し開いて、一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこで、その戸をもう少し広く開いておいて、どんと足を踏んで、ほら、タヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているか、と怒鳴りました。するとタヌキの子は、ぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、